はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回も暁大付属でやっていきたいと思います。ちょっとね、主人公がへーっていう顔してますけれども、とりあえずセンス丸のサボり癖ですね。なのでまあちょっとサボり癖は、もう早めにお出かけで病院で直しちゃいましょう。で、今回の、デッキの方は毎回入れていた四条兄弟のうち兄貴を今回は外しました。やっぱね、四条兄貴と、四条の妹2人入れるとね、ちょっとね精神ポイントがやたら、余っちゃうんで、まあ、それを、技術ポイントの方に持っていきたいなということで、コントロールキャラを2人入れてます。眉村と、振動ですね。で、振動が、自分35なんで固有が発動してないっていうところが、まあ、ちょっとあれですけれども、まあ、とりあえず振動は、自身で尻上がりを持ってて、かつ金徳が超尻上がりなので、まあ、なかなかいいキャラかなと思います。で、葵ちゃんはマリンボールを取っていって、眉村はハイスピンジャイロで、牙の爆速は切って、一ノ瀬はミスターゼロの方ですかね。で、スミカちゃんは内無双だけを取りに行きたいと思います。前さん後さんですね。下が前キャラで上が後キャラになってます。じゃあちょっと待って、一応練習だけ覗こうか。練習だけ覗いて、あ、こことか結構いいね結構いいけどいきなりサボられても困るからな。まあ、ここは無難に通院しましょう。なんだか体の調子が悪いなって言ってるけどさ、おお、マジか、治んなかった。特に体に不調はないからね単なる自分のサボり癖っていう心の問題だからな。いやー、ちょっとなー、ここら辺もやっときたいんだけど、しょうがない。サボるのだけはね、ほんとね、ストレスがたまるんすよね。お前この前直せなかったじゃねえかまあ医者もね、大変っすよね。こんなさ、わけわかんないキャラがさ通院に来てさ、お前何しに来たんだよみたいな。さあ、ここからようやく本格的な練習を始めていこう。牙のコツはちょっと取りたいな。四条もね、今回入れてないから8スタートなんですよね。ここはね、4人いると、どうしようかな。やっぱりちょっと下げる方向でいくか。今回は四条を入れてないので、なるべくカウントを下げる練習を最優先にやっていこう。お前さ、スタミナ練習でさ、六本木に負けたのかスタミナ練習で負けるってどんだけスタミナないピッチャーなんだよ。本当に六本木だよ、絶対勝てるでしょう、スタミナ練習だったら。ただ六本木がだいぶ上がっちゃったね、そうすると9とか。じゃあここは振動と葵ちゃんもいるので、スミカちゃんのところはちょっとあれだな。スミカちゃんはね、なるべくイベントで上げていきたいんですよね。今回コンボイベントかな、発生しないからな。どうだろう、クリスマス間に合うかどうか。おお、四条には勝ったか。なんか四条ってコントロールとか何気に良さそうだけどね、野手だけど。てかさ、この勝負と早っこれはもう四条倒しましょう。どうやって決まるんだ、やっぱり能力なんすかね、それとも完全にランダムなのか。まあ、四条を早めに倒せたっていうのは なんだかんだで良かったっすね。あとはちょっとスミカちゃんを上げつつ、六本木のカウントを下げていきましょう。振動35っていうところかな。あ、スペシャルブレンドが来ましたね。これはどうしようかな。行こう、フルーティーさで。まずこういう時に限って失敗するっていう。あ、ここいいね、スタミナ、スタミナがなかなかいいね。超尻上がりをね取るんでね、やっぱり先発キャラを
作りたいんで今回は、まあ、スタミナが上がる分にはまあいいかな。で、コーチをしてもらいましょう。筋力ポイントはね、多分騎馬でなんとかなるとは思うんだけど、技術ポイントを取っていきますか。眉村と二宮がいるんで、他の練習はちょっと危険だよな。スミカちゃんとかあげたいな。スミカちゃんがいるから怪我率が下がってんのか。やろう。2人下げられるし、まずはスミカちゃんの評価を持ってきたいね。ここまで来ると、どうしようかな。これ受けないってやると回復するよね。監督の評価はね、打倒していけば勝手に上がるからね。あ、ここいいね。ここやろう。経験点40はまあでかいけど、さっきのを監督と一緒に練習しちゃうと今の変化球練習ができなかったっすからね。まあ結果論ではあるけど。で、怒りもね、意識して下げていかないとちょっと突出して残っちゃう時があるんで、これは三本松を下げていきましょう。無余剰の評価とかどうでもいいし、スミカちゃんはまああれか、溜まってるっちゃ溜まってるんだよな。ここは一回寝ときますか。で、振動の通常イベントですね。まあこれは上限が上がって体力がちょっと下がると。矢部くん頼む。ガイアお願いしたい。ピッチャーか、まあ、別にって感じだな。ここでね、ガイアとか出てくれるとすげえ楽になるんだけどね。まあ、やっぱり六本木かね。二宮ってどんくらいなの今。6か。まあいいや。一ノ瀬もちょっとだいぶ下がってきたね。ここら辺の調整が。葵ちゃんはね、わりかし体力を削ってくるからね。二宮を下げておくか。怪我もちょっと 10% くらいあると危険なんで。さて、コツがあるけど、一ノ瀬か、二宮もいるね。これはちょっとコツを取りに行こう。コツっていうか、一ノ瀬はコツくんないんだけどね。てか一ノ瀬がもう1になっちゃったな。まあ、葵ちゃんのね、マリンボールを取りに行きたいんで。スタミナ絶対7位にスタミナ勝てないだろう。六本木に負けたのに。これは五十嵐くんにして、体力回復してもちょっと練習できる体力量までは戻らないかな。そんなことよりスミカちゃんだよな。28、これはもう寝るしかやることがない。そうだね、二宮を下げていきますかね。これは今んとこちょっと偏ってるかな、打倒ポイントが。まあ、金徳は取りに行きましょう。これで体力下がらないっていうすごいよね。7位とか1なんだ。どっちかな。評価も上げられるからね。六本木は4か。スミカちゃんまだ告白イベント起きないか。11月3週まで来てるからな。つくももちょっと飛び出てるね。これはここにしよう。で、眉村の通常イベントか。
マユムロはね、ジャイロボールと金徳を選べるっていうところがいいですよね。体力が減ってしまった。二宮があれか、一ノ瀬が倒せちゃうね。一ノ瀬を倒しちゃうとあれなんだよね、結局二宮がいるから。遊ぶか、それともやる気がないから遊ぼう一回。よし、ファミレス。ファミレスはね、体力30回復してくれるんで、でまあただここは爆速を切るんで体力がちょっと減るかな。そうするとね、キバのイベントは2回で終わるんで、12月に入ってしまってるか。ただ一ノ瀬二宮か、これどうすっかな。一ノ瀬二宮両方倒すか、チャンスだね。で六本木はちょっと後回しにせざるを得ないね。よし、一ノ瀬二宮を倒しましょう。もうここはマラソンはちょっと自力で頑張んないといけないかな。そうすると、コントロールのねレベルが上がってくれるのも悪くないですからね。おお、スミカちゃん、さすがだね。本屋にストーカーしに行った甲斐があったよ。こういうね、運命的なねイベントなんてね、自分で作らないとね起こらないからね。女性はねやっぱりこの運命的なイベントに弱いんですけど、そんなね運命的イベントなんてね待ってたってね起こらないから実際は自分で作り出さないと。よし、1下がった。これはでかい、これはでかいぞ。ここ超いっぱいいるね葵ちゃん評価足りてないけど、あ、これどうしようかな。一回ここやろうか。これは悪くないよね。だってこれワンタックで61と15と5入るんだから、やろう。これはでみんなの評価もちょいちょい上げられていいんじゃないですか。でここで練習的にはちょっと微妙なあれだね、 1% かスミカちゃんがいてくれてあれだけど、ここは六本木と怒りがな、やっぱりちょっと飛び出てるね。まあ2ずつ下げられるから巻き返しはできると思うんだけど、あ、ここでちょっと怒り下げとこう。怒りってやっぱり母校への愛も強いんだね自分の高校とかは結構どうでもよかったからね、効果とか全く覚えてねえし。スミカちゃんはねクリスマスがちょっと体力の回復が少ないんですよね。そろそろ変化球も開けておきますか。まあマリンボールは取りに行くんで進化系は置いておくとして、そうするとどうしようかね。たまにはちょっとシュートとか上げてみようか。あんまりねシュート覚えないんですよね。で2球種はちょっと欲しいから、シュートとカットボールってさ本当に曲がんないからさ、すげえ持ってかれるイメージがあるけど、じゃあちょっとドロップとか多分俺持ってるキャラいないな。ドロップにしよう。よし、とりあえずこんな感じで、でコツが来てる、コツが来てる。キバか。六本木ヤシマが倒せるのか。そうだね、六本木間に合いそうだね。ここは1回守備練を挟んでおくか。少し敏捷ポイントも欲しいんで、
ヤシマ確かつくもとかが上がるんだよね。ナナイも上がるっけ。あ、カウント1上がっちゃった。つくもが上がって、あ、イカルシが下がるのか。ガイアの関係がね、いまいちまだ把握しきれてないんだよね。ボール投げたいと。あ、そうで、今ヤシマくんね、パワチャレの方で景品になってて、あと今のタイミングだと暁、まあ十傑のうちの怒り守るとナナイとヤシマがピックアップされてる時なんですけれども、これね、今回 SR 確定じゃないんですよね、何回引いても。あ、これで六本木倒せんな。怒りのカウントも減らせるし、騎馬も評価上げられるから、これは行きましょう。もうほんとね、引きたいは引きたいんですけど、 SR 確定じゃないんで、もうすげえ悩みますよね。しかも1周年記念前と、もうほんとに直前ですよね。なかなかのタイミングでこういうガチャをぶち込んでくるとは。さすが戦略といえば戦略だけど、これやりましょう。とりあえず経験点を狙いに行きましょう。つくもか。つくもはな、ハイボールヒッターだからな、低めに集めていこう。あんま関係ないと思うけど、シュートか、そういえばシュートだったな。うちに入ってくるシュートで、ドロップはちょっと縦型なのか。いや、まあ、あんま野球詳しくないからさ、よくわかんないんだよね。これは、おお、よしよしよし。これ、おお、大丈夫だったか。わりかしミートされてんね。ミート C あるからね、なんだかんだで、つくもくんは。一本打たれてしまったか。つくもさ、この草いつも加えてるけどさ。何個草持ってんだろう。こう草も加えてたら喋れなくねえか。そもそもルール的にはいいのかね、野球のルール的には草を加えてはいけませんみたいな。カウント4も下がるんだ。あ、バーベキューだ。よしよしよし、すげえ。いいタイミングできたけど、いいタイミングできたけど、2週か3週目はさすがにね、休んどきたいからね。で、今何人だっけ。ちょっと十傑を見ましょう。1、2、3、4、5、5人残ってんのか。まだ五十嵐か。三本松つくも七位。三本松七位はまあ両方いっぺんに倒したいからね、打倒カウントを1にしておくか。とりあえずそうするとつくもも先に倒せるのか。つくも倒すとどうなるんだっけな。ヤシマとかが上がるんだっけ。ヤシマも倒してあるか、そもそも。ちょっと待ってね、ここは一旦考えよう。残り3人になると倍になるんで、ここで仮につくもを倒すと1、2、3、4人。なるほどね。つくも倒しておこう。つくも倒すと3本松上がったりするっけ。よくわからん。まあまだ1月2週だしね、なんとかなるでしょう。五十嵐のカウントが上がるのか。7位も上がったし。で、ここはメンタルに行くか、デートをするかっていうところなんだけど、メンタルで下げられるやつが誰もいないんで、デートしよう。デートって難しいよ本当に。ジャイロボールを教わるためにね、 CD 買ったんだよ。クラシックの CD、 多分3000円くらいしたよねこれ。これで何にも教えてくんないとか言ったらマジ金返せって感じだからね。やりましょうマラソン。もうここは飛ばしていきましょう。こことかでね、上りとかが来てくれるとね、いいんだけど、まあ、ここも下りなんで全力でいきましょう。
まあ、基本的には体力がマックスであれば。ちなみにね、10位からね、はみ出たことはないっすね。一回も。これどうしようかな。思いっきり飛ばして体力がなくなっても嫌だからな。割と安全策でいくんで。6位か。コツコツコツ。五十嵐7位か。ちょいと上がっちゃったね、やっぱり。早っ。撃たれたー。まあしょうがない。これってちなみに急速か何か。どうしようかな。2月の1週でバレンタインが控えてるんで、ちょっと体力の上限を上げていきますか。3本松五十嵐か。ちょっと7位がね、これ以上上がるのはさすがに危険だから、ここはかといってな、怒りのカウントを1にしちゃうと怒りと誰かが被った時に練習ができなくなっちゃうんで、監督許可でも上げとく。やることがない。スタミナ上げとくか。ちょっとスタミナを上げよう。そもそものスタミナを上げよう。どうしようかな。 C まで持っていくか。でここからはスタミナ練習を混ぜつつスタミナを上げていくと。4上がったね。これどうしようかな。続けよう。疲れただけだった。いいよ別に、もうバレンタインが来るから。でバレンタインってちなみにやる気上がるよね。スミカちゃんはね、わりかしね、やる気を上げてくれるんですよ、デートとかでも。3本松五十嵐碇7位。ここで精神練習っていうのもな、かといってな。いや精神練習しよう一回。ちなみにこのミスターゼロも分かんないんだよね、何に依存してるか。チリ一つないグラウンド。とりあえず成功したな。なんでか分からんが成功した。五十嵐が倒せるか。これはなかなか美味しいよね、やっぱり一ノ瀬葵ちゃん五十嵐倒しての変化球ポイントやりたいな。五十嵐倒すと3本松が減るんだけど、3本松ちょっと待って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 、ただ倒すと7位のカウントが6になるのか、怒りも6になるのか。いやこれは厳しいわ、それは厳しい。もったいないけどそれは無理だわ。球速もタックが来てるけど、怒りのカウントが1になるか、まあ、調整はまだできるから、ここは7位のカウントを減らしておくか、まあ、怒りのカウントも減らせるし。いやー今のちょっと練習はねやりたかったけど、やると多分もう打倒できなくなると思うから、ビデオチェック。いや惜しいね、本当に惜しいことをしたよ。で、あとは2人減らせられんね。これで全員1になるのかな。で最悪先に3本松は倒しちゃいましょう。で7位が違う7位を先に倒すか。7位の倒して3本松が上がっちゃうんだけど、五十嵐を倒せば3本松下がるんで、それでいこう。7位とまあ3本松両方倒せればそれでいいんだけど、ここは葵ちゃんがいるけどちょっと怒りが死んじゃうんで、デートしましょう。
コツがね、なかなか回収できないんですよね、そういう関係で。いや、デートはね、緊張しちゃうよ、最初の方は。そうだよね、尻上がりもまだ取ってないしね。まあ、ここまで来ればちょっと怒りが上がるとめんどくさいな。よしよしよし。で、で、でよでよ、三本松じゃなくて七井を倒すか。七井倒そう。変化球にいるし。変化球レベルが上がってなかったね、全然。で、1上がって、ちょっと3本松上がっちゃったけど、五十嵐を倒しに行こう。ここでな、3本松来てくれると楽なんだけどな。五十嵐くんか。まあいいや、五十嵐くんも。そうすると次で倒せるようになるのかな。で、で、で、ちょっと変化球を上げるか。なんだっけ、ドロップとか言ってたっけ。3球種目取っちゃう。じゃあ、3球種目、下に落ちるやつを取ろう。どうしようかな。 V スライダー、V スライダーとフォークって一緒？経験点必要なのは一緒だね。 V スライダー取ろう。さてさてさて、そっからちょっとコントロールを少し C まで持ってって。だ、技術結構あるね。超スローボールとか。あ、そっか、こいつセンス丸だっけ。そういえばすっかり忘れてたな。140キロにしておいて、あと取れる、ミスターゼロは骸骨とかないんで取っちゃうでしょ。バント封じも別にもう取る機会はないから、ハイスピンジャイロはちょっとコツがなくて、尻上がりもコツがなくてみたいな。コツが回収できてないのか。ここ3本松が下げられるね。6もあんのか。変化球ポイントもらっておきましょう。まあまだ3月だしね。勝負だ、勝てそりゃさ、変化球なら勝てんだろ3本松だよ。両方結局倒せるね。いや、本当はね、変化球とか騎馬のコツが欲しいんだけど、もうやっぱり打倒が優先だな。ちょっと打倒優先しましょう。コントロールレベルが5なんだけど、もったいないけど、もったいないけど、もう倒そう、しょうがない。で、あとはゆっくり怒り守るを料理するか。こっからはもうコツを優先にして大丈夫ですね。いや、本当は無理くり多分ね、ここもね、倒さなくてもね、大丈夫だったかもしれないけど、ただ先のことは分からないんで。じゃあ、こっからはちょっと練習を優先させていきましょう。コツが来てる、一ノ瀬か。まあ、メンタルで回復できて変化球ポイントがもらえるんだったら全然いいですね。一ノ瀬からはわりかし変化球ポイントもらってるね。で、これ1回目か、葵ちゃん。あと、後イベで残ってるのって誰だ。震度35と9か、まあ、40ポイントちょっと。コントロールレベル5でこれか。やっぱりちょっとタックが低い感じがするな。どうしようかな。もう怒りとか普通にぶっ倒せるけど、スミカちゃんのデートは次何回目だっけ。3回目か。
まあ、まだ余裕はあるけどな。まあワンタックだけど組んでおくか、ここは。次にね備えるっていうのもありだったかもしれないけど、進みが早いね。変化球、まあしょうがない。葵ちゃんがもうちょっと進んできたので上げていきましょう。V スラを3にして333、これ大丈夫でしょう多分俺の体力はもうない。とにかく食い物をくれ、食い物を。うん、いい回復量だ。これはもうなんかどっちでもいいや。やる気が下がるのか仕方がない。お、これは葵ちゃんから緩急はもらいたいね。まあ、変幻自在は別に今回取れないけどめちゃくちゃ進みが早いな。しかし大丈夫だはずだ。いや、これでね失敗したらね発狂するよ発狂はしないけど。あー失敗しやがった、マジかよ、ざけんなマジ発狂するわ。もういいわこんな試合、もう超やる気なくしたわいやー、やはりなかなかねうまくいかないね。まあ、とりあえずじゃあキレは、まあ、4になったんで打っちゃいますか。試合か。おお、パーフェクトピッチングじゃないか。できれば怒りはな変化球のところで倒したいな。自力で変化球を上げていかないといけないか。そうするとまあ4球種目は取れないかな。メンタルに一ノ瀬か。メンタルに一ノ瀬は悪くないな。4球種目を取るのって普通に取ろうとするといくらかかんの。これもなんかもうすげえやる気ねえわ。まあいいや、受けよう。333で失敗したか。だって総変9でしょ。むしろ失敗する確率の方が少ないよね。散らす、とにかく散らす。怒りのやる気がないな。なんでこいつはやる気がないんだろうか。もうこいつとの勝負とかどうでもいいわみたいな。今の俺のやる気の状態と一緒だよいや別にやる気ないわけじゃないけど、テンションはやっぱ下がるよね。しょうがないけど。おう、危ない危ない。これ満点取れればでも60ポイント入るんで、よしとするか。まあ、やっぱりね全部が全部うまくいくっていうのはないっすからね。サクセスにおいて相当だよそれは。本当に相当何回もやらないとないから、ここはおとなしくもうデートをしましょう。そろそろちょっと怒り守るを気にしださないと忘れそうだからな。よしよしよし。まあ悪くはないね。まだ5月だからね大丈夫大丈夫。
で普通に変化球レベルも上がって、いやこれ大丈夫でしょういや実力的にね騎馬怒り守る倒せるか。こっちは一ノ瀬、あじゃなくて振動のコツか。どうすっかな、ジャイロボールを狙いに行くか。逃げ玉だな、逃げ玉と尻上がりだっけ。チームメイト、振動、逃げ玉と尻上がり、最悪逃げ玉超尻上がりって仮に直取りしようとするとどんくらいなんだ、そこをちょっと見よう。85、57、あ精神をわりかし使うんだけど精神があるからね。ハイスピンジャイロもあれか、技術と変化球を76使うのか。あそうするとな、ジャイロボールを取りたい気もするけどな。最悪超尻上がりを直取りだな。ということで、あんまり筋力練習そういえばしてなかったからね。キバ、待って、キバクロスファイヤーって普通に取ろうとするとどうなの。あー結構技術を使うのか。まあいいや、そのまま行きましょう。筋力ポイントは合ってるわけじゃないからね。まあこれで守る君も倒せたので、ジャイロボール OK、 ポイントを稼いで、あとは守くんとのね勝負でね奪三振を取りたいですね。まあ眉村からもうまくいけばもらえるけど、これでドクター K。 ここは眉村、眉村はねポーカーフェイスなんだよね。ポーカーフェイス一回取っとくか。ちょっとポイントを使っちゃうけどポーカーフェイスを取っておいて、メンタル練習をして、スミカちゃんはあと1回だから大丈夫でしょ一ノ瀬かこの本当2人重なった時どっちが来るっていうのが分かんないんだよね。まあこれは体力を回復してくれるんで、変化球、葵ちゃんやっぱりくれるね。葵ちゃんは本当に変化球ポイントくれるよ。で守備に葵ちゃんがいるか。じゃあこれは緩急は取ったっけ。緩急取ってないね。ポイントをもらいに行きましょう。で6月の4、特にって感じだね。じゃあここは普通にデートをしましょう。タラタッタって結構確率高いんですよね、このタラタッタってよし、打ち無双。まあ打ち無双はね全然直取りできるポイントだったと思うんで一ノ瀬、あれ一ノ瀬ってさ骨率アップついてたっけ。ちょっとテーブルがねよくわかんないんだよね。ちょっと一ノ瀬のテーブルを見てみましょう。テーブルって見れるんだっけ。イベントデッキから見るんだっけ。ボーナス確認と得意練習率アップはついてるでしょ。練習効果がついて、あれ別にコツ率アップはついてないけど、なんかめっちゃコツが来てる気がするんだけど、一ノ瀬くんからだいぶ経験点もらってるよね。技術がすげえ溜まってきたな。まあ、ピッチャーの場合はね別に先発が確定してから能力を上げても全然問題ないんで、野手をねよく忘れるんですよね野手はその時の能力で打順が決まるんで、よくね8番とか9番にねさせられる
じゃあちょっとコントロールは上げてこう、 A まで持ってこう。でスタミナはもうとりあえず B にしとこう。で変化球は次の球種を取ろうとすると322か。重いな、ちょっと重いねやっぱり。じゃあ1個ずつ上げていきますか。なんだっけ、ドロッタ、あとはグイスラと、なんだっけ、シュートか。いやーこれ4球種目あったらな、だいぶ違ったねやっぱり。まあいいや、しょうがない。さああと試合は確実に勝っていきましょう。七井君欲しいよ本当に。であんまり早くコールドしちゃうと全然経験点入んないからね。2安打か、優秀だ優秀。あ、尻上がりのコツが欲しいね。そうするとコントロールタック、眉村とこいつらがいてかなり点を稼げるね。筋力ポイントはどうだ、ちょっと不足がちな気がするけど。コツか、振動か、 27% か、どうしようか、マジでどうしようか。球速145とかにできるかな。できるね。おとなしく寝るか。さてここも打ち込んでいきましょう、アバタ君。で打ち無双、やっぱりコツ3であれば直取っても全然大丈夫ですね。とこれは何が足んない、変化球が足りてないのか。とりあえずじゃあジャイロボールだけ取っとこう。でドクター K は、まあ、奪三振がないと結構重いよねやっぱり。尻上がりもまだ置いておきましょう。タイピンは1だけ掴んでおこうか。よし、いやさすがでもセンス丸だな、だいぶいい感じに仕上がってるね。あそうだ、俺そういえばあれミスターゼロは取ったよね。どうだミスターゼロ、余剰か。まあ狙ってこう、走ってったね。アバタボール、第3球を投げた、ストライク、シュートか。追い込まれました。次が4球目、2アウトか。しかもどうだ、余剰ホームラン、アバタボール打つダメだ。あすっげえ点取られた。おお、ひと伸び足りなかった。3本松もな、見ていったかな。ちょっと待て、これはやばいやばいやばい。最悪負けるぞこれ、打たないと。やべ、チャンスだったけど強振で狙ってこう。ちょっと待て、六本木も狙う。もう最悪1点はやっぱり欲しいよね。 OKOKOK。こいつコントロール G か、徳田くん。変化球すごいよね、でも444はすごいよ、俺と一緒じゃん。球速とかはないけどさ、さすがにミート小さいとすげえ打ちづらいわ。服も君代打だったのか。打てなかったし、くそミスターゼロ名、ホームランを打たれたのか。自責点3、それがなければな。あとは振動のコツ、振動のコツ。変化球のタックが続いてくれればちょっと4球種目を取りに行きますか。
まずは落とそう。 V スライダーでギリギリに入るシュート入らなかった。ドロップ、よし。で一球ちょっと落としてボールにする。全然ダメだったよし、もう一回。だいぶあれがずれたね。で外へ逃げる、シュート、カミソリシュート、よーし、奪三振ゲット。これがね結構でかいっすよね。奪三振のコツをつかみつつドクター K が取れるっていう。振動、逃げ玉がどれだけかだな。直撮りで逃げ玉、逃げ玉はどこだ。ハイスピンジャイルとか、ちょっと待って。あー結構使うねこれ。どっちでもいいか。じゃあ逃げ玉でもよしだし。尻上がり、まあ OK だね。じゃあこっちも掴めるものは掴んでいきましょう。まず超尻上がりとるでしょ。ドクター系はどうしようかな。奪三振かな。もう3あってもいい気がするんだよね。ハイスピンジャイルはもうこれで取るでしょ。一応一回ドクター系置いとくか。玉持ちはもうさすがにコツは取れないんで。てか変化球ポイント割りかし使うねこれ。4球種目無理だな。4球種目無理なんでなんだかんだで、でも精神ももう250くらいか。筋力が足りてないね。筋力が、あとはやっぱり最悪でも決勝まで行きたいけど、いきなり取られてんなミスターゼロのな。お前返上した方がいいんじゃないか。待って、大塚くん意外に変化球を投げてくるね。投げた、ボール、はっきりしたボール球、カウントは2ボール2ストライク。打った、ファルボール。粘るよ粘る。第6球を投げた、打ちました。ヒット、よしよしよし。矢部くんのね本当はチャンス罰っていうのが意外にね効くんすよね。追いつきました、2対2。さあ勝ち越しのチャンスにバッター五十嵐。第2球投げた、外角高め際どい球、ボール、バッターよく見ました。カウンター2ボール。うーん、スライダーか。ど真ん中といえばど真ん中だったな。投げた、見送ってボール、はっきりしたボール球、カウントは3ボール1ストライク。はい、オッケー。猛攻が続くね。あ、もう湯場に変わってる。第1打席はライト、打ちました。これはいい。もう最初の2失点だな。こいつは一発病なんじゃないか実はまあ、ホームランで取られてるかどうかよくわかんないけど。でここはさすがにちょっと練習はできないから、変化球、まあ一人だけど。葵ちゃんやっぱすごいね。ちょっともったいないけど、さすがに怪我をしたら元も子もないんで次にかけましょう。黒金とかもな、もう全然やってないな。135か、変化球ポイント、まあ、4球種目取れても1だねこれは。だったらちょっと他の球種を伸ばしますか。お待たせ。いや本当にマリンボール悔やまれるな。ノーアウトランナー2塁という場面で余剰。ああ盗塁したんだね八島が。投げた、打ちました、しまったカスッと。まずそのままベースに入ってアウト。第1球アウトコース低め、フォークは外れても。第2球投げました、しまった。ここはうまい守備に。今のはちょっとね上を叩いちゃいましたね。ショートゴロに終わっています。電光石火はやっぱり査定的にはそんなに良くない特殊能力だけど、実能力的には全然すごい特殊能力ですよね。3本松のこの2と F がな、どうしても3本松、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。
投げました。もう低め大きく外れました。うまくミートができればいいんだけど。あ、しまった。フォークを対応してくるな。やっぱりな、これもずれたよな、ちょっと。うわあ、マジか、誰？六本木か、どうすっかこれ。ゲッツーだし。ピッチャーはね、ほんとこの失点が厳しいですわ。暁台はね、何気にそこまで打線が強いってわけじゃないんで、先発でいきましょう。最後の経験点がだいぶ減ってしまったけど、それはそれでしょうがないか。まあそれでも6000は超えるっていう、さすがの暁台ですね。変化球 V スライダーでも上げるか。じゃあ79残ってんのか。で多分特殊能力を取ればいい感じだね。でちょっと球速が足りない気がするけど、スタミナは A にしておきたい。あとは特能を取っていきますか。どうしようかな。うまく技術と精神を組み合わせていかないといけないんで、敏捷もねあるからね、敏捷もうまく使っていこう。32を残すのはさすがにもったいないっちゃもったいないけど、クイックは取れないのか。クイックも打球反応もギリギリ取れないから、もう牽制を取るしかない。であとは球速はもう145でいいかな。重い球を取るか。で低め欲しい。であとは根性を取っておこう。緊急登板を取って、なんかあんまりいい使い方じゃないな。ちょっと待って、そうすると緊急登板を外して、ちょっとタイピン20丸だよね。タイピン20丸にしたいね。でそうすると精神が足りなくなって、技術が若干余ってるから、コントロール、中継ぎ適正とかってどうなの ?2 は上げられないか。じゃあコントロールに使って、あとはちょっとちょいちょいちょいとここら辺に振っていくか。こんなもんか。というところで、一応こんな感じですね。まあマリンボールが取れなかったっていうところと、甲子園2回戦敗退っていうところがまあ惜しかったですけれども、まあさすがセンス丸ですね。ちょっと球速も伸びなかったかなっていうところはありますけれども、まあ一応先発ローテには入れる能力ですね。というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。次回はちょっと暁ガチャをね、どうしようかな。怒り守ると七井がねいるんで引きたいは引きたいんですけど、確定じゃないっていうところがちょっと悩みの種なんで、まあ、もしかしたらガチャを引くかもしれないし、引かないかもしれないです。というところで、まあもしよかったら次回も見に来てください。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。